南北が先月採択した歴史的な反問点宣言履行のための軍事分野合意書により今日より再開北方限界線一帯で北朝鮮海岸方の訪問が閉鎖され海岸方の射撃も全面中止されるこれにより海兵隊の西北島での射撃練習は来年から陸地で行われる合意書によると 会場では西海南側の上る関島以北から北側の足場以南までの水域、東海南側の田場草以北から北側の通天閣稲見までの水域で、砲射撃及び海上での機動訓練を中止すると明示されている。また、海岸砲と艦砲の方針にカバー設置及び訪問閉鎖措置を取ることで双方が合意した。